ここは輪島市河合町の朝市、火事のあったところです。見渡しますとですね、ほとんど火災の跡そのままです。一部で片付けている様子がありますけれども、ただこの焼けただれた土地の中ではですね、わずかなところでしか行われていません。ほとんどのところは焼けたまま、瓦礫のままとなっています。漆の里輪島って書いてありますね。ここは朝市の目抜き通りだったと思います。多分両側にはお店がたくさん並んでいたと。なのでお店の商品が少しずつですね、見受けられるところです。ここ橋がありますね。この焼けた木材からですね、焼け焦げた匂いがまだします。でこちらの陶器も焼けた後から集められたものですよね。こちらもそうですね。器が形が残っているものがみんな集められています。ここは輪島市河合町の中心地にある7階建てのビルが倒壊した現場です。震災から5ヶ月が経とうとしてますが、ビルは震災当時のままです。1300年ぐらい前。輪島市中心街の朝市に近い、ところです。ご覧のように仮設住宅がたくさん立ち並んでいます。住民の話によりますと、5月に入ってからこちらの仮設住宅に入居したという方々もたくさんいらっしゃいました。当時はどんな状況だったんですか？当時はもう本当物流が完全にストップしてたので、それで昔からお付き合いのある神社の方が水と簡単な食料と最低限必要なものを車に積んで1月3日に命がけで来てくださって、パルシックは十蔵神社の物資配布を4月からお手伝いさせていただいていて、もともと十蔵神社さんだったり輪島の地元のボランティアの方たちが始めた物資配布が、やっぱりボランティアだけでずっと続けていくっていうのは難しいっていうことで、つながりのある方からご紹介いただいて、ちょっとここの物資配布の運営だったり母の調達だったり配布をお手伝いできないかということで、4月から毎週水曜日に、配布を行っています。なるほど。ってことは
簡単に調理できるものが助かるっていう声があるので、主にレトルト食品を中心に配っています。はい、あとは避難所から来られている方もおられるので、そんなに調理の環境が整っていない方もいるので、はい、こういったものを選んでいます。おはようございます。どっちか、おはようございます。はい、おはようございます。はい、で選んだらこれ、はい、どんなものをもらえましたか？あのね、はい、トマトリゾット、はいはい、それからカレー、うん、それからティッシュ、はいはい、それからお味噌汁、お味噌汁、お味噌汁いただきました。やっぱレトルトカレーとかそういうもんですね。あんまりお皿汚したくないもんで助かりますね。ミートボールをいただいてきました。このミートボールは避難所でご自身でちょっと調理して、そうそう、お湯につけるだけだから簡単。ちょっとおかずもう一品欲しいなと思うときに重宝します。はい、先日入ったばっかりで何も準備できてなかったんで、はい、うん、今日仕事に来て配布見かけたんで、はい、ちょっと利用させていただきました。今はとにかく簡単に作れるものが重宝するっていう感じですかね。はい、仮設の方はご家族で、うん、そうです、はい、うちの人みんなで、はい、入れた感じです。ご自宅は前回までは行かないんですけど、まあ、半階で、まあ、もう 壁なんかがもう なくなってて、うん、ちょっと住めない状況ですね。はい、そうですか。はい、自宅の方の、うん、水は出るんですけど、水出したら止まんないんですね。ほい、うん、でそれを止まんないから元栓閉めてるんですけど、多分この土に埋まってるどっかが傷んでるんだと思うのね。でまだ復旧してないです。あ、そうですか。水っていうのは本当にね、トイレ自体はあるんだけど、うんうん、水がダメなんです。地震の影響で購入を控えるようになったものを聞いたところ、やっぱり食品とかお菓子とか、はい、そういったものを控えるようになったっていう声が、はい、結構あります。セカンドハーベストさんが提供してくださったお菓子とかを配った時は、はい、喜ばれたりしました。はい、こちらは休眠預金事業で能登地震の被災地の支援を行っているセカンドハーベストジャパンの中野戸町の拠点です。私たちフードバンクですので、災害が起きた時にその日頃からの活動を生かして緊急な食の支援と、もう一つは中長期いろいろな
災害に遭われた方が避難所から仮設住宅に変わるタイミングや、その仮設住宅に住みながら次の生活再建に向けて、そういうさまざまな場面で食を通して少しでも何か力になれたらいいなというふうに感じてます。